特定失踪者、この言葉は亡国に拉致された可能性を排除できない失踪者のことを指し、政府が拉致と認めているのは12件17名。しかし警察には約900名の特定失踪者リストがあり、その本当の人数については未知数だと言われています。今回はその特定失踪者の中でも特に不可解な失踪した一人の女性について触れていきます。中村美奈子さん失踪事件。1998年4月6日朝、高校を卒業し3月に受けた国立大学が不合格だった中村美奈子さん当時18歳は、4月から地元の予備校に通うことが決まっており、この日は予備校の入学金50万を納めに行くはずでした。彼女の母親は50万の入学金を忘れず持っていくよう伝え家を出ます。同日夜7時過ぎ、母親が帰宅すると家は真っ暗でした。本来であれば彼女は家にいる時間、図書館かビデオ屋さんにでも行っているのだろう、そう思った母親は町内の集まりに出かけ、その後1時間ほどで帰宅します。ですが彼女はまだ帰宅しておらず、母親は彼女が行きそうな場所を探し回ります。しかしどこを探しても彼女は見つかりません。一旦家に帰った母親は彼女の部屋に向かいました。部屋は普段と特別変わりなく、下着や衣類を出した形跡もない。またいつも使っていたカバンや日頃使用しているアトピーの薬もそのままでした。母親は焦る気持ちを抑え、翌7日1日待ちますが、それでも帰ってこない。そして8日早朝、母親が起きてもやはり彼女の姿はなく、母親はいよいよ何かあったのではないかと思い、警察に向かうことにしました。しかし警察は、財布だけ持って出たなら 2,3 日で戻るでしょうと伝えるのみの対応でした。その後母親は彼女に渡しておいた入学金50万を確認するのですが、そのうちの3万円が抜かれていることが判明します。そしてチラシの下からメモが見つかりました。3万円借りました、私の通帳から下ろしてください。他にも彼女の部屋にあった10円玉を貯めていたペットボトルが空になっていたことが分かっています。さらに母親は彼女の部屋のゴミ箱で不可解なものを見つけました。それは細かくちぎられた紙切れ。それらを一つ一つ並べてみると、証明写真のレシートであることが分かりました。そのレシートは新潟県庁の売店のものであり、そのことからほどなくして彼女がパスポートを取得していたことが判明します。未成年者のパスポート取得には保護者の承諾が必要ですが、当時母親は図書カードを作るという彼女に保険証を貸していました。おそらくはそれを使い、保護者欄に代理として彼女自身が記入し、そして申請したと見られており、表面、保護者欄の文字は彼女の筆跡だったと母親は認識しています。彼女は一体なぜパスポートを取得したのか、彼女が海外に行きたいと話したことはなく、その年の正月には親戚にママが一人になるから遠くには行かないとも話していました。その後彼女がパスポートを取得したことを知った母親は新潟空港や旅行会社を回ります。そしてその結果、彼女が電話で航空券の予約をしていたことが判明したのです。旅行会社に電話があったのはパスポートを取得した4月3日、航空券は4月7日午前9時40分発の韓国行きと14日に日本に戻るというものでした。そして旅行会社の証言から一つ衝撃の事実が判明します。それは予約の電話をかけた人物が別人ではないかというもの。電話の人物はハスキーな声の女性で、彼女の声の特徴とは違っていました。そしてこのように話したそうです。明日でも明後日でもできるだけ早い便の航空券が欲しい、韓国へは行ったことがあるのでホテルの手配は必要ない、忙しいので航空券は出発当日に新潟空港で受け取る。声の特徴だけでなく、彼女は韓国に行ったことも海外旅行をしたこともありませんでした。そして予約当日の1998年4月7日空港で航空券を受け取ったのは派手なブラウスを着た女性でした。彼女が失踪した日に身につけていたのは紺のパーカーにジーパン、青いチェックの帽子であり、全く異なる服装、また荷物は少なく人を探している様子でキョロキョロしながら搭乗口へ向かったそうです。この人物が彼女なのか、それとも別人なのか、ここまでの話だと別人の可能性が大いに考えられますが、実は彼女が韓国に入国したということを裏付ける証拠とも呼べるものがあります。それは韓国の空港に提出した入国カードです。時間は少し飛びますが、その後の2004年に母親がこのカードを見て、筆跡が娘のものだったと認識しています。また滞在先の欄に波のようなサインが書かれていました。これは入国審査時に滞在先が空欄の旅行者に質問した時、韓国経由で他国に向かうと答えた時に入るものですが、彼女が韓国を出国した記録が残っていません。その後の調べにより、彼女は座席名簿では3人掛けの窓側の席になっていました。隣は空席で、通路側の席に派手な服装の女性が座っていたことが分かっています。実はこの女性、この人物が彼女の旅券を受け取った人物かどうかは定かではありませんが、 A が誰なのかは特定されており、 A は警察に話を聞かれ、このように答えています。あの時は韓国式の寺を建てるための視察旅行で韓国に行った。飛行
行機には設計士さんら3人で搭乗し、近くに座っていた女の子については全く記憶にない。しかしこの証言は嘘ではないかと囁かれています。その理由、それは韓国に住む A の知人が A がこのように話していたと証言したからです。随分前、日韓ワールドカップが終わった頃、日本でいなくなった女の子について取り調べを受けたと文句を言っていた。その女の子と金浦空港で一緒に出口まで出た。空港には男女2人が出迎えに来ていて、ほんの少しの謝礼しかもらえなかったのにこんなことになって、明らかに何かを知っていると思われる A。 そして実はこの A は新潟県長岡市近郊に住んでいました。韓国出身で1970年代に日本人男性と結婚し帰化、1990年代後半には地元に韓国式の寺を建て、宗教法人の代表を務めています。当然母親は A の元を訪ねました。すると A は、美奈子さんは生きていますよ、母親の後ろに美奈子さんという女の子がおばあさんに連れられているのが見えた、と話したそうです。その後美奈子さんは2003年にパスポートの有効期限が切れ、特定失踪者問題調査会から特定失踪者とされました。美奈子さんの母親は2022年現在も捜索活動を続けています。自身の DNA を提出したり、インターポールを通じて指紋を共有したり、日本また韓国であらゆる手を使い大事な娘を探しています。拉致問題や特定失踪者問題の解決とともに、中村美奈子さんが無事に家族と再会できることを心より願うばかりです。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。